皆さんこんこにちは今日はこれベクトルの練習ですね考え方のえ風がこういうふうに吹いているとでこのこれを求めようっていうわけですねところがその観測した車が動いていると西に b だけ動いているということはこれを足してですね、えー、こういうふうになるこれがアルファの角度だというわけですね でもしこういうふうに b で動いてるとこれの足し算になって、えー、これがベータだというふうになるわけですねだから t a n トアルフ α はですね -by の vx から v を引いたものですねで コタンジェントベータっていうのが、えー、by から b を引いて、bx と。で、これ2つからですね、b を求めるんですね。すると、タンジェントアルファの、えー、これ、コタンジェントアルファが、 マイナス b y の b x マイナス b ですからえー、えビ、ー、は、えー、コタンジャントアルファビエイですねが b x マイナス b で、イ、えー、マイナス b はえー プラス V は、え VX、ー、プラス VY コタンジェントアルファと。で、ここからはですね、え VX、ー、コタンジェントベータが BY マイナス V ですから、え V、ー、は BY マイナス VX コタンジェントベータと。 それで、えー、ですね、タンジェントセータっていうのは、えー、bxby ですから、これを求めるいいわけですね。だから、bx プラス by のコタンジェントアルファイーコール B y、by-bx のコタンジェントベータということで、 両辺 by で割ると、えー、by で割ると1プラスタンジェント θ のコタンジェント α、えー、イーコール1マイナスタンジェント θ タコタンジェントベータとでこれをこっちに持ってきてタンジェント θ のコタンジェント α プラス1 がえー、あこれ間違ってます計算間違いいや書き方間違いこれを by で割るとこれがタ tangentθ ですねプラスコタンジェントアルファが、えー、1マイナスタ tangentθ コタンジェントベータですね。するとこれをこっちに持ってくると、タンジェントセーター1プラスコタンジェントベータが1マイナスコタンジェントアルファになるということで、アルファとベータからタンジェントセーターが出てくると、1プラスコタンジェントベータ1マイナスコタンジェントアルファということですね。 これが答えということになります。はい、そこまで。